に YouTube で公開されたリアリティ番組、令和の虎タイガーファンディングで、志願者との面接中、ジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんが途中退席をする騒動があった。実際の動画、収録中に途中退席する木下さん、糖質だけ制限するっていうのは、エビデンスは僕はないと思うんですけど、令和の虎は出資を受けて、事業を本格展開したい、志願者らを対象として、経営者が審査して出資の可否を判断する、YouTube で配信されているリアリティ番組だ。木下さんが途中退席する事態となったのは、医者としてここにはいられない、虎が退出する理由とは、美味しいローカーボで心身ともに健康な世界を実現したい、と題した動画での一幕だ。480人目として出演したインフルエンサーの女性は、ローカーボ、いわゆる糖質制限の食の普及をしております、と自己紹介した。女性は、美味しいローカーボ、という新しい食生活を広めることで、心身ともに健康な世界を実現させることを目標としているという。糖尿病の父親の闘病をきっかけにローカーボの普及活動を始めたといい、現代はとても糖質過多な食生活をしております。として生活スタイルの変化に合わせ現代人の食生活を改善したいと主張。ローカーボグルメフェスの開催を希望しているとした。医師としての見解を尋ねられた木下さんは、僕らが普段している診療、治療の考え方とは全然違うことで、糖尿病の治療っていうのは現在は糖尿病の治療ガイドラインっていうのがありますので、それに基づいて普通医師は行うんですけど、と困惑しつつ、僕が言うとなんかもともこもなくなっちゃうんですけど、基本カロリー制限が糖尿病の治療原則だと思うんですね。なのに糖質だけ制限するっていうのは、エビデンスは僕はないと思うんですけど、とした。女性の糖質制限におきましては、カロリー制限は推進しておりません、との説明に木下さんは、おっしゃってることはよくわかるし、お父さんがよくなられたこともすごくいいなと思うんですけど、と寄り添いつつ、たまたまうまくいっている人がいるかもしれないけど、治療法がスタンダードでないってことはスタンダードでない理由があるんですよ、と苦言を呈した。病気の治療として糖質制限を行うことについて、僕としてはちょっとやめてほしいんですね、そういうことは。医師の立場としてはそういう立場ですね、とした。主催の岩井義明さんは賛否両論はあるとしつつ、ある程度のところにこれが効くんだったら、これを全面否定するということではなく話は進めたいって今日思ってますけど、いかがでしょうか、とした。木下さんは糖質制限による糖尿病の治療について、信じる人は勝手に信じてください、ですね、とし、見た人がこれを信じて、頑張って結局は悪化するとか悪くなるということがあっては絶対いけないと思う、とした。エビデンスがないものを人に勧めるなんていうのは、絶対にいけないです。だから僕はこれ、退出しなきゃいけないと思ってます。これ以上ここにいたら、僕は賛成してる立場に思われてしまうから。すいませんけど、退出してもいいでしょうか。栄養学的な問題などは自身の知識外であり、考え方としては別にいいと思いますよ、とするも、これをやると糖尿病が治る、とかね、そう誤解させてはいけない、と強調した。ローカーボを始めまして、周りの方の健康状態とか改善してたことが多かったので、広めたい、などとする女性の主張に、木下さんは、全くもって賛同できないので、退出させてください、と声を張り上げ、そのまま部屋を出た。